it is slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. はい、ドローレスチャンネルのまさぴです。こんにちは。今までねやってなかったんですけれども、 DJI FPV ありますよね。 DJI ゴーグル、このゴーグル今ちょっとねアナログもついてるんですけども、基本はこのデジタル運用しようかなと思ってるんですけども、このデジタルを使ってこれで飛びますよね。でその映像を他に出せないかなっていうんで探してて、スマホがあれば外で出せるっていうんで買っていました。で詳しいことはねちょっとね後でねお知らせするんですけども、まあ、ちょっとそこを参考にしてね見てもらえるとありがたいです。これの今日はね接続の仕方をやっていきましょう。撮影してる時に自分しか見えないじゃないですか。要はこう撮影中にこう撮りますよね。飛んでる映像がゴーグルには来ますけど、ゴーグルがもう一つあればね、確かにゴーグルが2個あれば確認はできるんですけども、ゴーグルじゃなくてモニターに出したいっていうことがね今までできなかったじゃないですか。今年のコロナの時期ぐらいとかね、そのぐらいにできるようになったんですけども、それをね今までやってなかったので、それをねやってみようと思います。でゴーグルですね、 DJI FPV のゴーグル、スマコンですね、スマコン、あとはプロポ、もう双葉でも何でもこれは受信機にね対応してやってください。で機体ですね、カメラとかユニット、 DJI ユニット、これがあればいいんで、とりあえずはこのね双葉の電源を入れていきます。プロポの電源を入れていきます。でこの機体のねバッテリーを入れていきましょう。あとはモニターですね。まあこれなくてもこれは後でいいですね。実際ここにもね、ここにも表示されるので機体の電源を入れます。はい、ピーピーって言ったんで、はい、来てますね。でこれはまあもう今は飛ばさないんでね。で DJI FPV のケーブルをね4セルだよね、1234つ、はい、差し込みます。今もうね機体から電波出てますんでね。とまあ来たね、はい、来ました。はい、見えます？見えないよね、これ。なんて言えばいいの、どうやれば分かるかな。来てんだけど見える？どうやったら分かるかな。まあ映ってるんですよ。はい、映像はね来てます。これをね、やっぱりこれでゴーグルで一人で見てても分かんないじゃないですか。うん、これをねどうやって お知らせすればいいか分かんないんでね、それをねちょっとね、モニターに出していきましょう。ケーブルをねつなぎます。このモニターのゴーグルのここね、ここにSD カードがありますね。SD カードの下、横か、横に、SD カードの横にぶっ刺します。で、まあ、少しね、長めのケーブルがあると、ね、便利ですね、これ。長めのケーブルがね。で、このプロポの底。朝、家でね、ここに刺してたんですけども、ここじゃなかった。下ですね。下に刺します。で、こう、一回戻って。モニター見えます？ここね、FPV ライブアプリの、戻りますね、一回ここの四角いところ、四角が4つあるところね。で FPV ライブっていうのなんですけども、 FPV ライブを押します。
そうすると映像が出てこない、ね、そういう時はもう一回抜いて刺します。ん？あれ？来ないね。じゃあちょっとね、ここ一回さっきに繋がったのがたった今繋がったんですよね。あれ？なんでさっき出たんだろう。ん？あ、来た。何これ。来た。何これ。差し込み？差し込みを触れば出ましたね。わかります？ここ、はい、機体、これでつながりました。で、なおかつこういうね、モニターイン、インガンさして、バッテリー、さあいけるか。来い。ん？来た。来ましたね。これ、こっちもモニター来ましたね。機体動かしたら動くよね。一緒ですね。はい、こういうのが来ました。やったねー。これで繋がりました。ちょっとね、ここの接触がね、甘いみたいですね。一回抜いてみよう。一回抜いてみて。入れます。まあいいや、これで。DJFPV。お、来た。今回は来た。ここの接触がちょっと甘いね。なんか、いろいろあるみたいね。けど、こうやって機体が来ますね。はい。すごい。よいしょ。映像がね、DJFPV の映像が来ました。この映像をね、ちゃんと、はい、こっちにも来ました。で、こっちにもね。今日はスマートコントローラーと DJIFPV のゴーグルね、こちらがつながりました。イエーイ。これがつながったぜ。DJFPV、DJFPV とスマートコントローラーつながったぜ。DJFPV とスマコンつながりました。はい。これでね、モニターこれでここでも見れるし、もうこれでこれが1個あればここでね見てもらうっていうことができるんですか。これとかね 1.8 メートルとか2メートルとかそれぐらいあると、3メートルぐらいあるとね、とてもいいと思います。これを出してモニター使うと、これでモニターしてもらうといいですね。で、ここの下かな、下のここの USB-C タイプ C の接続がねちょっと悪そうですね。なんかここがちょっとね抜くと、抜きかけるとうまくいったりします。これは個体差かもしれないんで、ただ何人か僕の周りでもね、僕が動画を参考にした、YSD のね、八島さんとか、そちらの方もね、なんかここ抜き差しすれば治るよとかって動画内でも言ってたんで、それを参考に今日はやってみました。もしよかったらリンクを貼っておきますので、そちらの動画もね見てください。そうするとね分かりやすいと思います。スマートコントローラーと DJFPV、 こちらがねつながることによって自分以外の人もね見れるようになりますので、一緒に飛ばしに行ったりとか仕事で使われるときとかね、すごく便利だと思いますので、もしよかったらやってみてください。これでねいいね、つながるんで、今までにつながんなかったんでね、まあ一人よがりの世界か、もう一つねゴーグルを買おうかなって悩んでたんですけども、もう一つゴーグルを買うぐらいだったらこれを1個で、ね、買った方が、まあ値段的にはゴーグルの方が安いんですけども、まあ他にもいろいろね、マビックとかエア2とか、将来はミニ2 DJ ミニ2とかも多分使えるようになるんじゃないかなと思いますんで、そういう意味ではね1個あると便利ですね。ただこれねバッテリーの持ちが本当悪い。これ電池入れ替え式にしてくれるとねいいんですけども、まあ、そこはね今後のね改良点かなと思ってます。あとはここのねコントローラーのこうストラップをつける場所です。ここの下しかないですね。こういう状態で下につけて首にかけるんですけども、そういうのしかないんで、それがもしね改善されるといいかなと思ってます。はい、そんな感じで DJFPV と映像収録ねやってみました。面白いと思った方グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ
バイバイ。